レコムンドに潜入したイチゴ、ウリュウ、サドの3人は後を追ってきた朽木ルキア、アバライレンジと合流し、アランカルの少女ネルの案内でラスノーチェスに到着した。壁を破ってラスノーチェス内部へ突入した一行、その前には5つに分かれた道が続いていた。再会を誓い合い、彼らは別々の道を進む。だがその行く手には特に強力な10人のアランカル、エスパーダが待ち受けていた。行くぞ。重さはさすがアランカルの本拠地ということか。だがどれだけ敵がいようと関係ない。今の僕の力を見せつけるだけだ。コムンドは待機中の霊視濃度が濃い。コツさえつかめば、僕はここでの戦いの方がユースやソウルソサイティより力を獲得できそうだ。
終わりだ。随分な数だな。個々の力がどの程度かはわからないが。ちぃ、次から次へと、こいつらキリがねえぜ。どうした？随分なやられようじゃないか、まだないレンジ。いつだ？さあ、アランカルども、ここからは僕が相手だ。ボサッとすんな。まだやれんだろ。当然さ、誰にものを言ってるんだ。信用してやるぜ。下手打つんじゃねえぞ。ハイゼン、もう少しだぜ。世界には君の知らないものもあるってことさ。スプレンガー！
分かってるさ、君に言われなくても終わり。終わった、終わった、終わりだ。当然の結果だ。